はい、お気にアプローチマン、ビメニムスアプローチマンことアンピーです。とうとう来月ね、シリーズ8、ね、プラスアルファね、やってきますね。それではね、最終確認をねしていきたいと皆さんと思いますんで、よろしくお願いします。今回の内容はね、アプローチシリーズ8最終確認をねお送りします。これまでね、昨年末から何度も最新情報としてお送りしてまいりましたけど、いよいよ来月となりまして、現時点での最終情報をね確認してまいりたいと思います。購入予定の方もね、未定の方もね、知って損はねありませんので、ぜひ最後までねご覧いただければと思います。で、タイムラインですね、シリーズ8について、そして SE2 について、そしてね最後、NEXT 未来についてねお送りします。それではいきましょう。まずシリーズ8について、なんですけれどもね、名称はねシリーズ8と、プロ、アップルウォッチプロかアップルウォッチシリーズ8プロか、まあ、これね分かれております。で、スポーツっていうのもねあるんではないかというふうに、エクストリームとかねいろいろありましたけれども、あるのかどうかね、ちょっと今ねよくわからない状況ですね。プロで集約されるのか、また別でね、出てくるのかという、ね、ところがあるというふうに思います。そして発売はいつかというところなんですが、まあ、おそらくね予想としては22年9月16日の金曜日、ではないかなというふうに思います。それはねこれまで、シリーズ7が10月15日、これね1ヶ月伸びてしまったんですね、手配の関係でね。なんで、まあ、イレギュラーですけれども、まあ、それ以前はね、シリーズ6が9月18、シリーズ5が9月20日、シリーズ4が9月21日という形でね、金曜日というふうになってますので、まあ、今回もね、そうなるんではないかというふうな、まあ、予想になりますね。で、価格はね、いくらになるかということなんですが、8に関してはね、据え置きではないかという話がね、多いです。そして、プロに関しては、900ドル程度前後という形、あるいは900ドル以上という話がありますね。しかしね、これに関してはインフレとか、まあ、日本の場合は円安とかいう風なものを考慮して、まあ、ちょっと高くなっていくんではないかという話もありますし、いや、変わらないんではないかという話もあるということでございます。デザインとかサイズに関してなんですが、8に関しては、7と全く同じでないかというのがね、大半の予想と今はねなっております。以前はね、ちょっと違う話もありましたけど、フラットデザインとかありましたけど、そういうのはねないんじゃないかという話ですね。で、プロに関してはちょっと拡大と頑丈な感じで大きくなるんではないかと、50ミリになるんではないかという話がありますね。まあ、シリーズ8よりね 5% から 7% 大きいサイズになるんではないか。そして体格に関しては 1.901 インチから 1.99 インチになると。で、解像度に関しては 396×484 ピクセルから 410×502 ピクセルになるという予想ですね。そしてチタン製により対衝撃性と保護機能がね向上するんではないかというふうにね思われています。カラーに関してはアルミニウムがスターライトミッドナイトプロダクトレッドシルバー、ステンレススティールがシルバーグラファイトゴールドということで、チタンモデルはなしになるんではないか。これは8の話ね。で、グリーンとブルーが、終了になるんではないかという話がねあります。バッテリーに関してはプロのみ大型化されるんではないかと。そしてバッテリー寿命が改善されるんではないかと。ウォッチ OS9 によってね、低電力モードというのができることによって、1回の充電でね、複数日持つようになるんではないかという話がね、あります。これね、非常に、皆さんがね、待ち望んでることではないかなというふうに思うんですが、8には乗らずにプロだけになるとね、ちょっと残念かなというふうなね、気はします。そしてチップに関しては、S8 チップになるという話なんですが、まあ、その内容と仕様としてはね、S7 と同じと。いうことで速度や効率に、ね、改善は、ないだろうということですね。体温センサーというのもねつけられるんではないかという話があって、しかしねこれは体温モニタリング機能というのがあるだけで、実際の、ね、測定値何度ですよみたいなね体温計みたいなね表示はないんじゃないかという話なんですね。もともとはねシリーズ7に搭載予定であったんだけれども、テストに、ね、直前のテストに失敗したという話がねあります。着用者のね、具体的にはね、着用者の温度を取るのではなくて、発熱を警告したりね、不妊治療の追跡を可能としたりと、あるいはね、血中酸素センサーと組み合わせることで、肺炎のような肺に関する病気をね、早期発見できるのではないかというふうにね、言われております。そしてね、睡眠トラッキングもね、つくんではないかという話があります。
アップルはね2017年に買収したベディットっていう読み方合ってるか分かんないですけど、スリープトラッカーのね販売をね停止しております。でこの高度なね睡眠トラッキング機能の多くをねシリーズ8に搭載するのではないかということなんですね。内容としては睡眠時間、心拍数、呼吸、いびき、寝室の温度、湿度をね計測できるということになってますね。そしてね別にね衛星通信の機能というのもあります。で衛星会社のグローバルスターというところが17機の衛星を購入し、顧客がねアップルの可能性があるという話なんですね。でこれによりねこの秋に登場するのではないかということなんですが、ただしね23年に延期、あるいはね iPhone だけにね対応という話もあるので、まあ、この辺はね Apple Watch には関わりがない可能性もありますけれど、まあ、こういうものがねついてくるのではないかという話もあります。それではね SE2 についてね述べさせてもらいますけど、サイズはね現行と同様であるということなんですね。で S8 チップをね搭載するんではないかという話もあります。そして常時点灯がねディスプレイ化は、不明だということで、搭載されるっていう人もいれば搭載されないという人もいますね。そして血中酸素センサーについても搭載される搭載されない、しかし少なくとも心電図機能はつくんではないかという話もあります。そして価格はね据え置きという話があるんですが、これもねやっぱりインフレとかやっぱり円安とかいうのをね考慮するんではないかという話もあります。そして発売時期に関してはシリーズ8とね同時期ではないかという話がね、まあ、大半であるということでございます。そしてねここに搭載されていなかった未来のついてのもの、あるいはね8でついてくるかもしれないという話には最後させていただきますけれど、まずはね生体認証機能、そしてチップの進化、そして血糖値の測定で血圧の測定、そしてスマートバンドというものがね予定されていたり、特許でね取られているものもこの中に多くありますので、まあ、これらがね今後のねアップルウォッチ、あるいはね次期アップルウォッチについてくることもあるかもしれないということでね、まあ、こういうものはあるというのをね知識の中に覚えておられるとね、まあ、いいかなというふうに期待して待ちたいというふうに思います。それでね今回は以上となります。まあ、皆さんねいろんなね予想あるいは期待というものをねお持ちだと思います。あと1ヶ月ですね、待ちに待ってる方もいらっしゃると思うし、まあよかったら買おうかなという方もいらっしゃると思います。まだねその時には動画をね出していきますので、ぜひね皆さんと一緒にねそれをね体感していきたいと思ってますので、ね、ぜひよろしくお願いします。それではね新型アップルウォッチねシリーズ8という呼び名になると思いますけど、期待して待ちたいと思います。この動画ね面白かったよかったねためになったとありましたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメント等残していただければというふうに思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。 See you。